単純に自己紹介してもあんまり面白くないですし、黒い四角のカードで5番6番の右側にホッはい、でこの研修ですね、目的があります。お掃除のこと一切しません。やり方、考え方っていうのが非常に重要になってきます。まあ朝にね、清掃業界の立ち位置と世間イメージ、まあ、世間的なイメージってどうですか。はい、まず皆さんが思う清掃スタッフのイメージ、ちょっと1分ぐらい時間取りますので、そこに書いてみてください。ではどうぞ。はい、そこまでです。じゃあちょっと発表していただこうかな、どれか一つ選んで発表してみてください。はい、うん、なるほど、ありがとうございます。まあ年配の人ね、確かによく見ますね。まあ、うんうんうん、確かにそうですね、誰でもできそう。はい、ありがとうございます。そうですよね、やっぱり世の中的に言うと、まあ例えばおじいちゃんおばあちゃん、まあ、高齢の方がよくやられてるイメージであったりとか、まあ、これもよく出ます。トイレの掃除がパッと浮かびますっていう人も結構いらっしゃる。でそれ以外で言うと 3K ですね、きつい汚い危険というような言葉、まあがあったりですとか、はい出ましたね、誰でもできそうとか。でこんなんもあります、給料が安そう、うん、あとはね、さっきちらっと話してました、挨拶しない人なんかも結構いますね。まあ最近はね、この清掃業界自体もちょっとずつ変わってきまして、挨拶しっかりされてる会社さんももちろんあるにはあるんですが、やっぱりされない人っていうのも未だにいらっしゃいます。でもっと言うと、コミュニケーションを取らない方なんていうのもいらっしゃいますね。要はお客様と一切話さない、もう決まった作業だけをひたすらやってる方なんていうのもよくいらっしゃいます。でこれを変えていくために必要なのが皆さんの行動や言動なんですよね。一人一人の行動がいい方向に向かえば、必ず世間のイメージ変わっていきます。はい、まあだからさっきみたいにね、未だに良くないイメージをお持ちの方っていうのはいらっしゃるんですけど、じゃあそういう人に対して元気な挨拶するとかね、何かしっかり話をできるようなことになれば、相手の印象というのも大きく変わってくる。もしかしたら皆さん一人一人が対峙するお客さんとの会話でいけば、その人一人しかその声は聞いてないかもしれないけれども、そこからどん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 世間には皆さんのいいイメージというのを植え付けていけます。植え付けるという言い方はあまり良くないかもしれないですけど、はい、広がっていきます。だからこそ最初の基本ルール、最低限これは守ってねというのでやった4つ、挨拶はしっかりと大きな声でハキハキと話す、で身だしなみを整える、で最後に恥ずかしがらずに意見を言うというところから、ちょっと意識をしてみていただきたいなと思う次第でございます。さあで株式会社大吉の経営理念というところで、次のページめくってみてください。はい、うちじゃあ経営理念ってどんな理念でやってるのというところのご紹介です。まず最初の青い枠2つに書いといてください。オールフォー生き生き、すべては生き生きのためにという理念、大吉はこういう経営理念でやってます。はい、でそのためのミッションが皆さんの紙の下にも書いてますね。ミッションとして、私たちは生活、職場、社会を含むあらゆる環境の固有の価値を向上させ、生き生きシステムを循環させることで、関わるすべての人たちが生き生きした笑顔あふれる社会づくりを、社会づくりに貢献します。まあ、皆さんは、現時点ではこの理念を自分のものにしておいてください。というのが、実はですね、基本研修終えてしばらくするとまたもう一回研修があります。事業計画研修というもので、ここでは皆さん自身の理念というのを考えていただくんですが、まあ、それまでは一旦これをもう皆さんのものと同じ方向性を持ってやっていただければと思います。さあ、なんでじゃあこんな経営理念の話するのというところですよ。皆さんに対してね、なんでこんな理念の話をするのかというと、みんなが向き合う方向、向かう方向を合わせようということです。思い思いのね、やり方してしまうと、企業体として全然違う動きを取ってしまう、うん、これはあんまり良くないよねということで、皆さんがやっぱり同じ方向を向いて同じ目的に向かってやっていくというために、この経営理念を共有しています。じゃあそこの下にも書いてます。みんなが向かう方向が違うとどうなりますか。お客様に様々な負が生まれる可能性がある。じゃあ負ってどんなこと
4つの負をなくそうということで、お客様の期待や要望は私たちが意識して把握することが必要です。コミュニケーションをもって4つの負をなくすことが重要です。例えば施設を利用するお客様の視点で見たときに、丸1番、不安に感じられていることはないか。丸2番、不快に感じられていることはないか。さらに上記に加えて、ご契約先の時点、要は、契約しているお客様の視点ですね、でいったときに、3番、不経済と思われていることはないか。4番、不足と思われていることはないか。要はこういうことが起きないように、みんなで方向性合わせようねっていうお話でございます。ということで、理念を共有している理由がベクトルを合わせるため、合わせていないとお客様に様々な負が生まれる可能性があるんだよというところをちょっと重要視していただきたいなと思います。プロって何ですかと書いてます。そんなプロが持ってる考え方というのが、その次のページに書いてございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。